こんにちは。東京都出身の元木もかいと絹張亮です。僕は以前ハンガーヌンチャクという自慢で出演させていただきました。2回目ですけど、どうぞよろしくお願いいたします。僕たちの自慢はフリスビー棒キャッチです。ぜひ見てみてください。今からこのフリスビーを向こうの元木もくんに投げて、あの棒でキャッチして、さらに皿回しをします。使用するのは園芸でよく使われている長さ180センチの棒。それでは行きます。2人の距離は20メートル。3、2、1。20メートル遠いよ。うわすごい。すげえ。大注目。終わんなよ。周りの人もすごい見てるよね。めっちゃ見てる。オッケー。はい、ありがとうございます。これがフリスビー棒キャッチです。受け手側のコツは、フリスビーの中心を少し外して取ることですね。そうするとフリスビーが自分で勝手に回ってくれるんですね。中心をつくと跳ね返ってフリスビーが逃げていってしまうので。以上、フリスビー棒キャッチの自慢でした。動画見てくれてありがとう。セガンベイ、ツイッター、インスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの。